はい、ファスティングマイスターのやすしです。本日のテーマはコーヒーで胃が荒れるの。今カフェインシリーズをお伝えしてますけども、コーヒーで胃が荒れるのってね、当院整体院やってるんですけども、そこの患者さんがコーヒーってどうなんですか、朝飲むと。朝私いつも 朝一番にコーヒー飲んでますけども、胃が荒れちゃうんですか、どうなんですかって質問をいただきました。で、これってカフェインが影響してるのかって話なんですよ。カフェインだからコーヒーを飲むと胃が荒れちゃうのかってことです。実際のところはカフェインでは胃は荒れません。なんでかと言ったら、まあ、カフェインはですね、胃が荒れるわけじゃないんですよ。お茶にも入ってるし、いろんなも入ってるんですけど、荒れちゃう原因があります。それはポリフェノールが入ってますけども、ポリフェノールっていうのはこのクロロゲン酸に入ってます。まあ、クロロゲン酸がポリフェノールっていうのかな。クロロゲン酸っていうのがあって、これの正体が胃酸をね、多く分泌したんですよ。これが胃が荒れる原因です。クロロゲン酸が胃酸を多く分泌しちゃうので胃が荒れてしまいます。だったら、じゃあカフェインが入ってないね、カフェインの中にこれが入ってるんですけど、カフェインが入ってないノンカフェインはどうなのって質問もありました。ノンカフェインでも実はカフェインが入ってないわけじゃないんですよ。少しは入ってるんです。そうすることによってやっぱクロロゲン酸とか入ってるので、胃酸が少し分泌されてしまいます。で、これを防ぐためにはどうしたらいいかね、コーヒーを飲まなきゃいいのかって言ったら、でも私も1日 2,3 杯飲んでますけども、コーヒー飲んでいいと思うんです。全然いいと思います。で、砂糖はやっぱダメですよ。入れちゃう砂糖は糖分の話は今はしないんですけど、ブラックで飲んでほしいと思います。ブラックで。そのためにはやはりスキッパラっていうのがすごい影響するんですね。スキッパラに飲んでしまうと、このクロロゲン酸が余計に胃酸を出してしまいますね。ご飯食べてないからね、もろに吸収されてしまうので。じゃあどうするかって言ったら、これを一緒に飲んでください。私いつもこれがいいよって言ってるのがあるんですけど、これ白湯を一緒に飲んでください。飲みながらかな、先に飲んでもいいと思います。白湯を一杯飲んでいただいて、ちょっとお腹の中を白湯で満たして、スキッパでなくします。これで保護しますね、ちょっとね、粘膜をね、スキッパ、白湯を飲むことによって。それプラスコーヒーを飲めばだいぶね、このクロロゲン酸っていうの副作用、作用が軽減されると思いますので、私の場合はいつも白湯を飲んでからコーヒー飲むようにしてます。それから一緒に飲んでます。コーヒー白湯、コーヒー白湯みたいな、もうバラバラ、いつも両方置いてます。家では両方置いてます。で、両方置けない場合は、まあ先に白湯を飲んでからコーヒー飲んでるようにします。そうすることによって、まあ、胃が荒れにくくなるかなと思っておりますので、ぜひね、この白湯っていうのを試してほしいと思います。私、白湯は何でもいいっていうふうにすごい白湯のことを推してるので、ここでも白湯を推させてもらいますけども、やはり白湯のパワーはすごいです。はい、なんでカフェインで胃が荒れるっていうよりも、このクロロゲン酸で胃が荒れます。で、そのためには白湯を飲むことによってこれ胃が荒れるのが軽減されますので、ぜひ白湯をお試しください。一緒に飲んでくださいね。はい、でまた動画上げていきますので、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。毎日あっと驚く豆知識を配信中。チャンネル登録よろしくお願いします。